どうもこんにちは。専念部長の小市です。今日は百条委員会反省なしということでお話をしていきたいというふうに思います。というわけで、兵庫県知事選挙が無事終わった後に百条委員会が開かれたわけなんですけども、まあ、今回はね、この件の話をしていきたいんですが、まあね、ひどいね、相変わらず。 全く反省してないっていう感じで今までとちょっと全く態度を変えることなく来ているのでまあすでに元々がねまあどうしても斉藤さんを悪くしたいっていう流れだったんでただ今回はいろいろバレちゃったんでねあの <laughs> それでも隠しきれない往生際の悪さみたいな感じなんで、まあ、今回はねその件についてお話をしていこうというふうに思います。 はい。というわけで、こちら、朝日新聞さんの記事で、まずですね、斉藤氏めぐる百条委員会メンバーの兵庫県議が辞職ということですね。はい。まあ、百条委員会が行われて、その最後なんですけどね、この写真は以前のやつでしょうね。斉藤さんはまだ来てないですが、なんか今度呼び出したとか言っててさ、お前らどう、<laughs> まあいいや <laughs>。あの <laughs>、はい。という感じで、えー、っと、竹内県議ですね、が、 あ18日議長に辞職願いを提出して受理されたことが県関係者の取材で分かったというところですねいわゆるですねまあ議員辞職に当たるというところになるんだと思うんですけどもはいでえー、っと県関係者によると理由は維新上の都合としているが斉藤氏が再選したことなどを受けて の対応と見られるというところですかねはいでえっ、ー、と竹内は立憲民主党の権利で作る会派あ兵庫県民連合の所属だということですねまああのすでにねネットでもまとめ動画回ってると思いますけどもこの方がまあ結構いろいろね、まあ、詰めていた様子っていうのが映ってるのもあって ままああの、まあ、当然ね百条委員会に出てきて何をやるんじゃみたいな形だと思うんですけど、まあ、ご本人は議員辞職を決断されたというところですとでこれに対して立花さんとかはままあまあ責任取られたんですねということで評価されている一方ですね、まあ、私として見たら普通そんなのだって結果を受けてで何がよろしくないって かっていうことを明確にして、記者会見をしで言って、あの辞めるっていうのが本来の筋だと思うんですけどね。もうこれ完全に言いっぱなしじゃないですか。言いっぱなしでうわーってやっといてやべっ逃げようみたいな感じに見えちゃうんでで当然ね。他の連中に比べたらマシなんですよ。まだやめてるだけね。あの。 <laughs> っていうところででだから立花さんとしてはえー、っとですね今度また裁判するっておっしゃっていて百、まあ、条一家の面々ですねでそのうちで武井さんは辞めて責任取られたんでやらないけど奥谷さんとうとうはやっていきますよみたいなことをおっしゃってるという感じでまあここもねまたいろんなバトルが始まっていくって感じなんですけどねもうなんかなんかあれですよね本当にあの <laughs> 大王権騒動の時からなんか流れが似ててですね やっぱり不正があるんだって言ってたら名誉毀損で訴えられて負けるみたいな <laughs> <あの笑>感じでであの百条委員会の時及びその後に行われた記者会見の様子ですねこちらを話しながらいろいろやっていきたいんですけどはいというわけでこちらはですね読売テレビさんの方の記事ですかねいわゆる百条委員会の中身等々ですねにおいての内容なんですがはいで ですね、まあ元幹部職員らが告発した内容等々についてですね、えー、と疑惑を調査する百条委員会は今後のスケジュールなどが話し合われたというところではいで今月25日に行われる証人尋問ですね、まあ、6日後ですけども、えー、と元幹部職員 幹部職員の告発文に記載された7つの疑惑や公益通報保護などについて尋問を行うため斉藤氏に出頭を求める方針ということですかねまあこれについては一応粛々と行くのかなっていう感じですかねはい で、委員会の一人からは、年内めどとしていた調査取りまとめについて、もう少し時間をかけるべきとの意見っていう感じですね。これなんか、立花さんがなんか、あの、3月に、えっと、第三者委員会の報告出るから、その後にずらすんじゃないかとかね、<laughs> いろんな話が出てますけど、はい。ということで、そして、 でですね、その後、まあ、委員会の終了後奥谷委員長らは会見を開いたっていうことで百条委員会について SNS を中心にさまざまな批判があったそりゃそうやろで小さなに影響を与えないために2025の委員会を非公開にしたがそのことによって橘さんにばらされちゃったってう感じでねはい。ということで不都合なことあるなど の誤解や思い込みのもあるが、知性の影響を考慮したものと説明したということで、まあ、これは20、11月22日をめどにまあ公開する方針ということで、まあ、出てくれば答え合わせが進むってことですよね。はいまあ、中にはね。重大な証言があったんだっていう人もいるので、まあ、これについてはちょっと待ってみましょう。という感じですね。 でそれからですね百条委員会のまあ中身が流出したことについては県議会の信用にも関わる極めて猶予すべきと述べた上で県民からの批判に対しこの場を借りてお詫びすると陳謝しましたって感じなんですけどこれはあの一方でちゃんと公開してほしかったって意見があるから立花さんがあれだけ活躍したわけでしょそこを見なさすぎでしょう。<laughs> <あの笑> <laughs> はい、まあとにかくまあ立ち位置としてはそれに、ね、漏れたんだからほらごめんなさいは当然ですよね。はい、でその上で、えー、と元県民局長の代理弁護士からの申し入れもあり個人のプライバシーは配慮すべきとの観点から片山氏を制止したと説明したという感じですね。これについてはもうなくなってるけどその申し入れもともと以前からっていうことになるんですかね。はい ただここが公開されないと結局分からんよねみたいな話が山のようにあるのでっていうところについてもまあ無視ですかねはいはいでこっからなんですけどね、えー、また奥谷委員長選挙期間中に NHK から国民を守る党の立花隆からの言葉の暴力により家族が避難を余儀なくされたと訴えたという感じですかねはいえー、と委員を務めていた県議の一人は事務局に、えー、辞職あこれですねはい願いを届けてると はいで奥谷委員長は選挙期間中に NHK から国民を守る党の立花隆氏が奥谷氏の自宅の前で街頭演説を行い「引き困ったないでから出てこい!」ということですね。これ以上脅して奥谷が丸しても困るのでこのあたりにしておくと言われたことを明か,明かしましたっていうところですかね。はいまあ、これについてはですねあれを見てた時にですねなんか。 これ後でなんかこう足を引っ張るのに使われるだろうなと思ってたらまあ案の定という <laughs> 感じですかねはい。 まあこれ一応本来はメディアとしては経緯を説明するのがフェアだと思うんですけど私が見た限りはまあやってなくてこのなんか本当に変更報道ってなんか言われたものをそのまま発表するから変更報道になるんだなっていうことをずっと体現されてるように見えるんですけどあれだけ我々はなんか全然やってないですよ選挙期間中だったからですとか裏を取ってるからなんですとかいろいろ言ってたけど まあ逆に言うとさ、なんか言いっぱなしの裏取った情報だけをあの裏取るっていうか本人が言ってるからね、それ流して、一方的に流したらそれ変更報道にならんのって感じで、これはなんで立花さんがそこに行ったのかっていうのを説明しなきゃいけないし、奥谷さんは自宅前って言ってるけど、事務所でしょ、あそこ。で、そもそもは百条委員会で不都合なことを隠してるんじゃないんですかっていうことですよね。そもそも百条委員会が終わってない段階で、まあ、選挙をするから、このようなことになるわけで、その中において、 まあ県民からしたら情報が足りない中で少しでもって思ってるところに百条委員会は選挙期間中に開かれたんだけどあの中身については秘密みたいなね。で、しかもその時に、えー、っと… 副知事元副知事がまあいろいろ話し,しようとしたらそこは喋っちゃダメってやってたって感じでねまあだからどう見てもあの斎藤さんを潰すために作ったあのまあ委員会ってもうバレバレだよねバレバレの上でまあ往生ギアのやるわ悪いことを未だにやってるんでまあまあこれあかんってことで立花さんも訴えるに至ったっていうまあそういうことっぽいですけどねまあとにかくそういう経緯があってあのなので あの話し合いしようよとか話聞かせてくれとか、まあまあ、いろんな話の一応事前にいくつかこうやってるわけなんですけどねまあでも結果として反応せずということになったっていうことですねなのでまあ事務所前に行きますって言って凱旋をしたということですねで行ってみたら事務所と自宅がまあ一緒になってたっていうだけの話ですね まあそれが倫理的に正しいと思うかとか正しくないと思うのは人それぞれあると思いますけどもやっぱりこういった百条委員会を仕切ってる時点で後人度めちゃくちゃ上がってるわけですよねその時にまあかなりあの対処を全くしなかったっていうこと非常に問題だしそれから、まあ、秘密会にしたのも問題だと思うんですけどね。はい でそれについて、まあ、県民もあれだけ橘さんそうだってなっててなるわけででしょでそうするとご自身の取った態度っていうのは民意を得られてないってわけで、まあ、ですけどマスコミと一緒になって今までね仲良くね印象操作して斉藤さんを悪いように見せてきたっていう功績があるわけで。 で今回選挙で立花さんによってそれがばらされてでもまだ我々仲いいもんねんって感じで、えー、奥谷さんが一方的に主張してることだけをめまあマスメディアが流すってこれいつものパターンですけどねまあ要はこんなことをやるなっていう形ではありますが、まあ、とにかくね今までこれでまあやうまくやれてきたのかもしれないんですけどだから今回はこういうことをやりますでもみんな見てますちゃんとばれてますと。 あのこれでごまかせる人がどん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 これからもっともっと減っていくよっていう分水嶺の選挙がこの間終わったばっかなのになのにまだやってるというところですかねはいだから自分は百条委員会で、まあ、かなりの権限を使って人をブワーって攻め立てておきながらですよ自分がちょこっと言われたら一応さ <laughs> 公人なのに。 まあ僕は大変だったんですみたいなことを言いそして自宅なもんだからこれお母様はねちょっとかわいそうでしたけどもまあ避難させる措置を取ったからまあまあいいでしょうって感じですけどねはいという感じでまあこれ自身は大変だったと思いますけどもそもそもがやっぱり事務所と自宅を分けるべきなんじゃないんでしょうかと。 で実際、あのー、今回あくまで選挙期間中における外旋活動なんで、まあ、法的に問題ないと思うんですけど、まあ、それ以外ね通常時であってもですね何かあったらマスメディアは行くじゃないですかよく自宅前とかにね。 はい、という感じで本来だったらまあこういった情報が漏れましたどう思ってるんですかっていうのをマスメディアが取材に行かなきゃいけなくってじゃあこいつなんか全然対応しないぞってなってよくある自宅前に行くってあるじゃないですかあれをやるべきなんじゃないのっていうまあなんですけどそれもやってないって感じで致し方なく立花さんが行ってまあまあ抗議活動したっていうことですよね。はい、はい、でであとですね竹、えっと、さん自身 かどうかわかんないんですけど、まあ、まあ一応でも上の委員ですねが竹内県議から辞めた方ですね、まあ、一応話を聞いたっていうことで「言葉の暴力は拡散して家族は錯乱、えー、状態にまでなった、えー」昨晩も話をしっかりしたが家族から「政治の道から退いてほしい」と話があったと相談受けたと話し。 優秀な銀を追い込むほどののネットの怖さ、これを武器として選挙をする怖さがあるこの問題をしっかりしないとこの国の政治が歪んでしますということで、まあ、かなり認知が歪んでる気がするんですけどもう本当にとある人を思い出すって感じで本当に一部の人じゃないんですねって感じでまあとにかく自分たちの方が正しいんだというためには何でも言うって感じですよね。まあだから、 上の都合って言ってて言ね、せっかくね、まあ、何も説明せずに辞めようとしたのにこんなの言っちゃったらめちゃくちゃかっこ悪いじゃないですかだって <laughs>。これさ百条委員会で生きって斎藤知事並びにさまざ、あ、まな方をま問い詰めた結果批判が殺到しそれで怖くなって辞めましたってことになっちゃうんですけどいいんですかみたいな感じで。 まあ一立花さんはなんか今回斉藤さんが勝ったからまああれだけ攻め立てた側として、まあ、これはああのやっぱり責任取ってやめるみたいなイメージで受け取ってましたけどこんなかっこ悪いことばらされちゃったらさ <laughs> ちょっとどうなんだっていうことでしょうね。だから自分自分はめちゃくちゃ攻め立てておいてだって斉藤さんもよくさまあ、だっての攻められてるよってこの人 客上委員会の方々の危機じゃないしいっぱい言われてることも別になんか本当に悪辣なことしてるんだったらね分かりますけどそんなのも出てこない中悪者に見せるためにいろいろやるわけじゃないですかつまりまあ実はいじめっ子がですねいじめられてるのがバレただけの話じゃないですかだってまあ、最初は斉藤さんが実はあの人は委員長でね学校で言うとですよ学校で委員長がなんか あの人なんか真面目に見せてるけど裏ですっごいいじめるんだよみたいな噂をブワーって流されてでそういうなんか聴衆が行われてですよでその時にまあいわゆる百条委員会じゃないけど教室の連中をブワーって並んでじゃあ俺聞く役やるって言ったのがいじめて実はいじめをやってた側の人でねでそれを追い隠すためにお前だろお前だろお前だろってやったような感じじゃないですか。 でいやいやそういうわけではありませんしみたいなでも何とか君に対してはもうちょっと優しくできればよかったと思いますぐらいのこと言ってんのに「はーい認めたー認めたー」みたいな感じのことをやってでその拡散部隊ってマスコミといわれる拡散部隊ということですね噂部隊と組んでまあ、えー、なんていうんですかねこう学校中にぶわって噂を広めてあいつは悪いやつだ大変なやつだって感じでぼっちになってたんですけど少しずつ少しずつあいつ実はいい,いいやつだったよっていうの広がって。 形成逆転して、あ実はあのあのおかしかったのは言ってた連中でしたってのが分かった時にごめんなさいとするのか <laughs> 転校するのかとかいろいろあるじゃないですか。でそんな中でいや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 みたいな <laughs> いい感じさらにいやもう,もうなんか責められてちょっと辛いですとか言われていやお,おたくらがやったことは何なんだって感じでね。まあでもも、本当にいくら何を言っても なんか少なくとも斉藤さんを批判したあ方々ですね特に百条委員会の方々っていうのはあのなんかなんで打ち返されたらこんなんなんのって感じで斉藤さんが受けてきたことの1億分の1ぐらいじゃないですか。いやあの <laughs> で斉藤さんはそのことについてなんか愚痴言いましたっけっていう感じではいというところでまああまりにも格が違うなっていうのがまああの。 印象ですか、ねはい、あの百条委員会を見た印象で、まあ、あとは広域、えー、通報の話もされていてですねでこれについては広域通報にあたるという見解を示したことによってですよ一応専門家と称さ,される方と弁護士の方でこれがあのやっぱり かなり悪利用されてるっていうところがありまして、で、それであるがゆえにそうなんだって言ってるんですけど、まあ、そのうちの一人は一応なんか朝日新聞の記者をやってた、まあ一応本を出してるらしいんですけど、 まあ割とそのむちゃくちゃなことを言ってるっていうことで弁護士の方々が批判してますよね。何言ってんだこの人みたいなね<う>、うん、でもう一人の方はあの一応弁護士さんだしあの消費者庁の委員とかも務めておられて、まあ、専門性が高いんですけどその解釈って。 どうなんみたいなのはあるけど一応そういった解釈もできるよねみたいな感じなんで、まあ、法的には一応そういうい解釈もででできるる範囲の中でおっっしゃってるんですよねで加えて、まあ、報道ベースでしか知らないみたいな話だったんでまあそれはちょっと逃げを打って表明してるので私的な視点で言うと随分、うん、怪しいというかこっち側で喋ってくれないかっていう要請があったんじゃないかというふうにも見えるわけですよね。 でまあ少なくとも斎藤さんいじめのための百条委員会だから結果としてそういう人を呼ぶよねって感じでいろいろ含んだ上で出ている可能性が高いと。でなのであのそれに対してフェアな形で反対が公益通報に当たらないってい意見の弁護士さんを呼ぼうとしたらそしたらなんか難癖つけてですねその専門家じゃあ公益、えっと、通報の専門家なんですかとか。あの いろいろ言って拒否しようとしていて少なくともあのそのそ弁護士資格のない専門家と呼んでる方の認識ひでえだろうみたいな話があるんですけどまあ、とにかくまあじゃあ基準をね示してくださいと示してくれたら呼びますよみたいなことを言ったんですけどそれに合わせてねそれも示さないって感じなんで俺たちが判断するみたいなさ。 いうことですよでで一番ひどかったのはじゃあその人たちも私よくわからないしあの私はあの若さ委員がいいと思いますとか言ってあ若さ弁護士ねがいいと思いますって言っててこれは何でかっていうと若さ弁護士もなぜかあの公益通報にあたるという見解を出しちゃってるんですよね YouTube で。周、ま、り、あ、についてはさ本当 かなみたいなそういう解釈もできるけど一旦あれだけ叩いちゃったから、まあ、そっちの方向性に立ったように私には見えるけどそれは本人にしか分かりませんまあだただもう立ち位置的にそっちに立たざるを得ないわけで呼んだら広域通報に当たると言わざるを得ないでしょうねはい。ということでまあだからそっち側の人を呼んだら意味ないじゃんみたいな話で。<laughs> そうじゃなくて公益通報に当たらないという認識の人を呼ばないと意味ないでしょっていう話なんですけどまあ本当にさ、まあ、本当にいじめ集団だなと思いましたよだからもう斎藤さんを貶めるためにはそういう人ばっかり呼んできてやろうぜっていう公平性も公平性公平性あう公,公平性ゼロみたいなすごいよねもうなんかまあこういういじめがさあちこちであんのかもしれないですねしかしひどいって感じで ということなので、えっと、まあ、ただ、えっとですね、えー、っと、今回予防として名前が挙がっている方が、徳永弁護士と、もう一人、あの、テレビとか出ている著名な弁護士さんだったと思いますけれども、まあ、お二人とも攻撃通報に当たらないってい認識で、まあ、今回名前を出したら、まあ、お一人は著名なんで知ってますけど、もう一人知りませんね、とかですね、あるいはお一人の方はちょっと、なんか、誘導しようとしているとかですね、お前らが呼んだ人の方がめっちゃ誘導してるだろうとか思ったんですけど、あの、 っていう形なんで、そうすると、なんか、X の方で、まあ、そういう、なんかね、呼ぼうとしたんですけど、みたいな感じのがポストされていたら、福永弁護士が、ご自身が、その、公益通報で読んでる本の先生を紹介していて、はい。だから、あ、それ、さすがだなと思ってて、で、さらに、消費者庁の、まあ、委員長って、議長も務めてるってことで、まあ、だから、あくまで、えっと、前回読んだ方っていうのを、公益通報の、においては、消費者庁の、なんか、委員の、 1>, 1人だったかもしれないですけど、いや、議長だぞと、そして公益通報の本も書いてるぞということで、まあ多分そ,その認識からすると、あれは公益通報に当たらないってい考え方だよねって人がいますよみたいな紹介をされていたので、まあ、この方を呼んだら、全く間違いがない。 ことにななるかなってい,ういや要するにけ権威的にも経歴的にも認識的にも全く問題ない人なんでまあこれからちょひょっとしたら焦点が当たる弁護士さんになるかもしれないですねというところであのっていうことなんですよだからまあ本来的にはですね百条委員会はいじめ委員会なんでまあそういう感じでやってくるわけなんですがまあこの様子を見てマスメディアの方がお仕事としてはですよメディアで何がやるかっていうと なんかやっぱり一方的に読んでたんだよねっていうことをまあこんだけ嫌がってましたよみたいなことを報じるべきでしょだから本来はこうやった形で公平行正に進めるためにはまあ別の意見の弁あの弁護士さんっていうんですかね専門家を呼べきべきではないだろうかみたいな記事を本来的には出すべきなんでしょう。まあ多分ね。<laughs> ねえそういうこともしないでなんかこうただただ言われたことを出してみたりとかまあ実際叩く時にはねこの、えー、私からすると、うん、一方的な見方における人の見解をね紹介してま斎、あ、藤知事が悪いようにまあ喧伝してきたわけじゃないですか。だから まあすでに終わってるかなって感じがするんですけどね。だからそういうのを別に、まあ、やるのはまあ自由とまで言わないけど、まあ、やったとして、で、バレたわけじゃないですか。で、そしたらその人たちはそんなもんもう参考にしませんよっていう、まあ当たり前の <laughs> 話があって、なんでそんな情報操作してる人たちの情報を見なきゃいけないのと。自分が時間がないからこそ、そういう。 なんか自分が例えば斎藤知事悪いと思ってたら悪いと思ってないよそうじゃなくて実はこういうことがあったよっていうのを知らせてくれるやつは見たいわけでしょあるいはそういう一面別の一面もあるよとかねなんですけどそれをやらずに何かあのマスメディア リンチっててんですかねがひどくってで自分たちが悪いのに今何やってるかって言うと SNS 叩きを一生懸命していてでマスメディアに味方してほしい人がまあ SNS で大変なんですっていうことを言ってまあかばってもらってるっていうまあまあこんな感じで、まあ、めちゃくちゃみんな往生際が悪いってことで、まあ、現実を見つめられない方々がまあそのようになってるのかなというふうに思う感じでちょっとね100畳1回全員は分かんないんですけど院長はなんかテレビとかに出たりとかして 顔が完全に緩んでるんででるすよねなん,かちょ現実よなんか単純に甘いのかもしれないですねいろんな認識がね誰かさんみたいですけどはい、まあ、というわけで本日は以上でございますご視聴ありがとうございましたチャンネル登録もよろしくね